ベルーマは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5メートル、 1.5トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーマの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーマは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーマは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーマは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーマにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館でご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーマをご覧いただいています。ベルーマは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5メートル、 1.5トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーマの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーマは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーマは濃い灰色をしています。成長するに従って徐々に白くなり、10年以上かけて真っ白になります。ベルーマは野生では魚、エビ、イカなど100種類もの生物を食べていると言われています。当館ではベルーマにホッケ、イカナゴ、ニシン、キュウリイモなど1日に15キログラムから20キログラムの餌を与えています。名古屋港水族館へご来館いただき誠にありがとうございます。オーロラの海ではベルーマをご覧いただいています。ベルーマは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。オスは 4.5メートル、 1.5トン、メスは4メートル1トンにもなります。ベルーマの体には厚い脂肪がついており、そのために少しずんぐりしているように見えます。ベルーマは別名白イルカとも呼ばれ、体の色が白いのが特徴です。しかし生まれたばかりのベルーマは